来たありがとうございます。今日一来たやりそういった魚をさばいてるときに、タイの背びれ、あの鋭い背びれのところがあるじゃないですか。で、3枚にこう下ろしてるときに、指に背びれが刺さってしまって、骨が手に入って、入った衝撃で折れて、中で取れなくなってしまったので、それを取る手術というのを今日やります。指があって、こっちか。指があって、骨があって、この第一関節、第二関節の、見えるかな？ここから入って、ちょうど、この辺り、ちょっとぼやけてるけど、に関節のちょっと下ぐらいに入ってます。この赤点が入った傷だとしたら、この7ミリって書いてあるここ、この辺の皮膚の中に刺さってしまってます。鋭くて危ないので気をつけてください。小さいですが、わかるでしょうか。ちゃんとレントゲンにも映ってました。そしてレントゲンや血液検査などいろいろ見てもらい、2日後に手術することになりました。手術当日は当たり前の手術室に通され、担当医の先生と助手さん3人に見守られて、担当医の先生から今からウボスさんの手術を始めますと始まり、5分程度の作業内容を周知したのし、手術開始となりました。この時点で俺は雰囲気に飲まされてもう泣きそうでした。そして手術開始、約1時間9ミリの傷で終わりました。安心してください、なんとか泣かずに終わりました。偉いでしょ。その後は抜歯までの注意事項、お薬の飲み方などの説明を受けて日帰りでしたが、抜歯までの釣り禁止のドクターストップもついてきました。少しの間おとなしくしておこうと思います。それでは手術してから約10日が経ちましたので、抜歯しに行ってきます。これでやっと釣りが行けるようになるで、やった。じゃ行ってきます。抜歯行ってきます。はい、では抜歯終了です。終わった方がなんかひどい感じに見えるけど、だいぶ楽になりました。で、今回は400円で終わりました。はい、それでは釣ったタイの背びれが手に刺さって抜けなくなったというお話でした。皆さんも気をつけて調理の方をしてください。そして今回の治療費の内訳はこんな感じです。初めに行った整形外科で診察、レントゲン、お薬、抜歯、消毒など費用込みで15,000円、手術は大きな病院で行ったので再検査、手術費用で約10,000円、合計25,000円出費となりました。手術の傷も10ミリ以下だったため保険適用外だったので、全て自己負担となりました。そして抜歯するまでに10日間のドクターストップ、いい勉強になったと思って慎重に次回から調理したいと思います。皆さんも勝利の方は気をつけてやっていきましょう。では釣りいいね、ウボスでした。このチャンネルいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。